どうもこんにちは、みーたんぐです。今回はマルコロバッグの内布をつけていきたいと思います。内布をね、つけたいって方が結構リクエスト、コメントで多くて、私もつけてみようかなと思って、とりあえずこのレッドピンクの方にトマトちゃんをつけてみました。トマトちゃんの、これはセリアで買った手ぬぐいです。なのでちょっと薄い、ペラペラです。で、ここにポケットもつけたんですけど、四角いちっちゃなポケットではなくて、同じサイズで作ったので結構広い、パカッと開いちゃうので、気になる方はここにマジックテープとかね、つけるといいんじゃないかなと思います。私は仕切り代わりにしたいなっていう程度なので、これでいいかなって感じです。でもう形をね、作っちゃった状態で内布をつけたので、ちょっとやりにくかったんですけど、まあざっと大雑把にでも形になるので、紹介したいと思います。でもしこれから作るってパーツをまだ組み立ててない場合は、そのままね、そのパーツの状態でアイロンをかけて、形が整った状態で、生地をねカットすると楽チンにできると思います。で、今回はこの形ができてから内布をつけるバージョンで作ってみたいと思います。でね、この子にこの、またこれセリアの手ぬぐいなんですけど、これでつけたいと思います。とても可愛い生地だったのでこれをつけます。で、今回はミシンと、私はミシンとこの裁縫上手っていうね、素晴らしいアイテムを使用しました。裁縫上手はどこで使ったかっていうと、最後にね、ここ本体にくっつけるときに使いました。アイロンでね、しっかりつけられるので、あとはちょっと固まる感じもすごく好きです。手縫いでもそんなに大きなものではないので、すぐできると思います。まずですね、これちょっと形が、線がついたりしているので、本当は水通しとかねして一回洗ったりするといいんですが、今回はちょっと雑に水でスプレーでね軽く濡らして、スチームでもいいんだけど、アイロンをかけちゃいますね。で、伸ばします。これ全部、全体をきれいに整えます。はい、布をパーってね、アイロンで伸ばしたので、今度はね、本体の方を裏返していきます。まずね、裏の方が形が見やすいので、で、ちょっとこの角をね出します。ちょっとね、で、まず、適当に布を、カットしていきたいと思います。で、ここら辺で、ここら辺ね、この辺の生地、ここら辺の生地でこの部分を作りたいので、ね、こうやって大体ですけど、サイズを測ります。で、縫い代1センチぐらいと思ってやっていきたいと思います。でね、こう縫っている部分がね、こんな感じで形が出てくると思うんですけど、ここがだいたい8センチですね、私の場合はですけどね。こう、多分持っていらっしゃるマルコロバッグによってサイズが違うと思うので、編み加減でね、8.5センチだったので、 8.5 センチよりプラス2センチ、まあ、10.5 センチぐらいで、適当に切っていきたいと思います。ただその時に生地が足りるかな、ちょっとこっち側の高さも測っときます。くらい、だいたいここなので18ぐらいかな、10、18、19ぐらい、 18.5 ですね、18.5 プラス2、
だからまあ 20.5 10.5 あ、ちょうどですね、 10.5 この辺なので、ちょっとここら辺で写ってるかな。これはね、チャコペン写ってるここはチャコペンです。でね、今の段階でチェックするのは別に消えなくてもいいんで、チャコペンじゃなくてもいいんですけども、チャコペンでこれだと、こっちだと自然に消えます。でこっち自然に消えちゃうので、1日とか置いちゃうと消えてるので気をつけてください。こっちは、水をかけて消せる感じです。私はよくこっちを使います。でもちょっと今はあれなので、今はねちょっと消えなくてもいいので、水性はちょっとこれを節約、10.5 ぐらいのところでチェック、でここら辺で 10.5 ぐらい、本当に大雑把ですね。そんでサイズが大体ここからね、ぐるりんと回して測って、まあ長めに取っておきましょう。この辺ですね、ちょっと映ってないけどね、映ってないけど、この辺で、この辺ぐらいまでだったので、ちょっと多めに、この辺で 10.5、そしてで、この部分ね、この部分をこっち側とこっち側の内布のプラスポケットをつける場合はもう1枚3枚分取りたいと思います。まあ大体写ってないね、はい、こんな感じで置いて、こう1センチぐらい開けて、でこっち側もちょうどまだ開いてます、見えないけど、で内側のね1センチぐらい取って1個、これぐらいか、ちょんで次2個目、この印つけたところから1センチぐらい取って、ここも1センチ開けて、ちょん、でもう1個ね、足りますね、うん、OK、こんな感じで、今印をつけたところで、まあ大体で、これは斜めにならないようにちょっと気をつけてね。これ線別に描かなくていい方はね、ザーって普通にもういきなりカットしちゃってもいいと思います。そしたらこのラインを引いたところをカットします。ハサミでカットします。そしたら、内布の型っていうかね、形をね、無理やり当てて、つけていきたいと思います。形をね、チェックしていく。待ち針でつけていきます。
まずは側面をつけていこうかな。で、このなんだろう、この部分硬いのでここは使わないようにしたいと思います。だからカットしちゃってもいいですね。なのでここはセンチに入れてないです。そうそう、この部分縁は測ってないです。ここから 10.5 センチ測ってあります。で、真ん中を当てて1センチぐらいね。きつめに、ちょっときつめにギュッと。内布なので、ちょっと小さめに出来上がった方が綺麗に収まりますので、ちょっときつめにね、引っ張る感じでギュッとピタッという感じですね。結構余りましたね。よいしょ。はい、でこの辺も角の部分をねチェックしながら真ん中に待ち針、動かないようにね。はい、そしたらこの生地の形に、生地じゃない、この元々の編み地のサイズ、ここにね縫い目が、まあ、ここはこの線なんですけど、縫い目がね、こう縫った目がありますね。この角の部分、ここをこっち側に印をつけていきます。中でやろうか。これは消えるやつでやります。一応ね、まずてるかな。ここに線が、このラインに合わせて線を書いたら、次はねこっちですね、角を作って、もう大体です。もうここはもうすごい正確にやりたいって思うかもしれないんですけど、大体で大丈夫です。もう完全にミータング流なんですけど、これパーツをね組み立ててなければそのままねパーツを当ててできるんですけど、こうふわっとね、ふわっとなっているので結構下の方にね、下の方縫い目があるので、そこを見ながら、線が何本にもなっても、はい、大体できましたので取っていきます。ちょっと歪んでますね。歪んでるけど、まあ使っちゃってるとね、カバン自体が歪んじゃってたりするので、はい、こんな感じですね。そしたらここを1センチずつ、縫い代じゃなくて縫い代か、それをプラスしながら切っていきます。はい、できた。そしたらこれはゴミです。続いて側面切っていきます。
これもちょっとカットしちゃった。はい、そしたら次これさっきと同じような感じでここにつけていきます。真ん中と真ん中で1センチぐらいの余裕を持たせて軽く留めときましょうね。ギリギリですね。こっちがギリギリだけど、まあ大丈夫でしょう。で、さっきと同じように、線を描いていきます。OK。できました。でここはちょっと後で物差しでやろうと思います。今大体をチェックしていって、そしたらさっきと同じように、周りを切っていきます。この時に雑に切っちゃうと、私の場合残りの2枚もじゃない、これに合わせちゃうので、この時ちょっと丁寧に形を整えます。1センチの幅のところね。でもまあざっと、はい、こんな感じです。でポケットの分は後でちょっとやるので、まずもう一個こうやって開けて、ずれないように適当に待ち針を、はい、でカットします。さっきこれを切るときに一緒にカットしても大丈夫そうですね。今2回切ってますけど、いっぺんに重ねちゃって切ってもよかったかも。うん、こんな感じでカットして、そしたらポケットの部分、はポケットの高さどのぐらいのところにつけるかっていうのを、この線からだいたい私は4センチぐらいにしたいのでチェックしておきます。4センチぐらいのところで、まあ、だいたいですけど、だいたいこんな感じに書いて、こっちもだいたい4センチ、ね、だいたいです毎回だいたいです。そしてカットしていくんですが、
こっち側こういう風にこうすぼめてカットしちゃうと、ちょっとだけねここ折り返してポケットの部分を折り返すので、その時に布が足りなくなるので、まずこっから下を切ります。あ、待ち針してない。待ち針つけるの忘れた。はい、じゃあこっから上は大体こう適当に斜めに切ります。そしてちょっとだけカットして印をつけとこうかな。下側をちょっと印つけといて、音この切ったところ、ここでちょっと折り目をつけます。こんな感じに、なのでポケットはこれ半分に折ります。センターをこんな感じになる予定ですね。こんな感じになる予定で、ここにポケットが。で、この部分を折り返したいと思います。三つ折りというか、こうクリッと中に入れればいいだけなので、まあ、5ミリぐらい折るということにして、1センチぐらいの幅でカットしていきます。そしたらこれはゴミです。この線のところに向かってもう指アイロンです。もうアイロンがかけれればそれでその方がいいんですけど、もう私の場合は指アイロンでピッと。でここミシンで縫っちゃってもいいし、もう一回折りますよ。はい、三つ折りできました。なんだっけ、裁縫上手でねつけちゃってもうどっちでもいいと思います。裁縫上手にしようかな。さっきのピンク赤の方はミシンで縫ったんですけど、どうしようかな、ミシンにしちゃおうかな。とにかくここをね止めます。ピーッと止めます。ちょっと待ち針を、はい、ここを縫っていきます。ここをねピーッと縫っていきます。ここにつけていきます。センターで合わせます。センターで合わせてで4センチ
4センチだけど、同じぐらいの高さになるように 4.5 センチぐらいです。縫い代を足して 4.5。 4.5。 あ、大体、大体です。で、縫い代よりも外側5ミリぐらいをダーッと縫っていきます。できましたね、ポケット部分。で、こう真ん中にこうポケットを入れたい方とかは、線をね、ここに線、区切り、仕切り、仕切りしたい方はここにもね、入れるといいと思います。こんな結構大きいポケットになっちゃうのでね。あ、ちなみにマジックテープとかつけたい方はここを縫い付ける前につけちゃってくださいね。はい、はい、そしたらこれを側面をつけていきたいと思います。これも一応半分に折って、これでも大体です、多分歪んでる可能性もあるので、この様子を見ながら、合わせていくっていう感じですね。ここが中表になるように、このセンターとセンターをね合わせて、待ち針を一応つけますね。そして次が最初。こんな感じでつけます。で、真ん中。で、この縫い代のね、幅とかの具合によってちょっとこの辺が足りなかったりすると思うんで、そこはちょっと調整しながらやっていきます。はい、ほら、ここがゆるゆるになっちゃってるので、ちょっとこっち側が出る感じになりましたね。多分ここが大きかったんだと思います。この本体の方がね、側面じゃない方が。このカーブのところはちょっと多めに待ち針をします。反対側も。はい、こんな感じでできたので、ぐーっと縫っていきます。今度はこの縫い代に合わせて縫っていきます。はい、できました。こんな感じですね。はい、そしたら反対側もつけていきます。こっちはね、縫い代が書いてないんですけど、こっちに書いてあるのでこれで見ていきます。あ、ちょっとこれ縫い代が広いので調整しなきゃですね、多分。相当。こっち側から合わせていきます。
じゃあこんな感じでついたので縫っていきます。はい、できました。そしたら余分なところをカットしていきます。大切な本当の生地を切らないように気をつけながら。はい、ここまで来たら次は、ミシンを片付けてアイロンをかけていきます。はい、この縫ったところ、ここを割っていきます。で、手でね、指アイロンでもいいんですけども、本当にアイロンを使う場合はこういうタオルとかで中に入れて、割っていきます。やけどしないようにね、こういう感じで。で、全体をぐーっと割っていきます。はい、全体的にこう割っていったので、そしたらこれ表に返します。一旦、はい、そしてこの丸コロバッグにつけます。で、このポケットの方をどっちにするか、ここで気をつけないといけないんですけど、どっちにポケットが来るか、来るのがいいのか。私の場合は内側に来てほしいので、この蓋がある方にポケットが来るようにします。ここポケットです。で、こうかぶせていきます。これ裏ですよ、これ。本体が裏返ってます。で、この時に若干本体がきつくても大丈夫です。内布なので、逆に大きいと中でゆるゆるしちゃうので、ピチピチ、ちっちゃいなーぐらいがちょうどいいと思います。はい、で、こんな感じで角を揃えます。中でね、本体がほにゃってなってるぐらいがちょうどいいです。で、ここを折り曲げて、まあ、1センチから5ミリの間で調整しながらやっていきます。ここで待ち針で留めちゃいます。この角の部分を角に合わせて、指を刺さないようにね、気をつけて。これ、一応アイロン、ここの後ね、これで裁縫上手をつけてアイロンかけるので、その時にね、ちょっと使いたいので耐熱の待ち針を使っていきます。ここもちょうど合わせながら、無理やり引っ張ります。ここはでもまつってもいいですね。つった方が楽かもしれない疑惑ですが、この時に縫い目に合わせてどこにするか決めながら。はい、そしたら裁縫上手を塗っていきます。このまま塗っちゃいます。はい、じゃあここら辺に塗っていきますね。ここからここで、刺さらないように気をつけて。
はい、全体的につけたのでアイロンを当てていきます。この時もタオルを使います。これはトマトちゃんで当て布をします。はい、一応全体やりました。ということで待ち針を取っていきます。この生地かわいい。でちょっと乾かしときます。でついでにここがなんかほにゃっとしてたのでアイロンかけときます。はい、そしたら表に返します。はい、分かりにくいけどね、分かりにくいですけど見えますかね、内布つきました。はい、でポケットもついてますね、これポケット分かりにくい、暗くて見えてるかな。ここにポケット仕切りみたいになってますけどねがついて、やった方が分かるか。できました。これなら隙間からなんかね細いものがピッて出ることはないと思います。はい、こんな感じで内布がついてますね。はい、かわいい。この星さんの生地かわいいですね。合いますね。携帯をここに入れて、こっちにお財布とかタオルを入れるみたいなね感じです。あ、こうやったらわかるね。薄いからすごい透けてる。なのですごく軽いですね。内布つけても軽い。こんな感じでできました。はい、以上マルコロバッグの内布のつけ方でした。参考になったら嬉しいです。それでは良いマルコロ生活を。じゃあねー、みーたんぐでした。バイバーイ。